どうもしょいてぃみでーす。りょうへいでーす。そしてこんにちは、ボナールチャンネルのモサでーす。ボナはい、お願いします。いや、あけおめです。マジでありがとうございます。ちょっと、あなたちょっとなんか話すことがあります。え、足あるでしょうか。足ですか。おかげさまで治ってきました。治ってきました。ありがとうございます。本当に撮影した翌日に怪我して。確かにね、そうじゃん。一気にこう関係がパッとって開いたけど、もう連絡取らねえと。そう、そうだと思ったんですけど。言ってない。はい、やっと2月になってね、撮影できて本当に良かったです。はい、治って良かったです。ありがとうございます。ということで、僕のスパイクはもう使わないってことで。ちょっとあれね、そう、あれ言ってないんですけど、救急車の人があれもう切っちゃうねって言って肩を切られちゃったんですよね。ちょっともう衝撃あれすぎてもう抜けなくて、そうだからもうこれ切断しちゃいます。翔平さんごめんなさいって肩の中で叫びました。なぜ今言うみたいな。結構ショック受けてきたね。すいません、今年初コラボなんです。ごめんなさい。はい、というわけで今回は急速当て対決をやっていきます。完全にパクリです。やってください。ボナールにそれで挑むってのはちょっとなかなかですね。いや、もう前回のねゾロ目でね、はい、余裕負けしたんだから2週ぐらいで終わりましたよ。そうなんで、ちょっと今回は急速当てていくとちょっと難しいかなと思いますんで、意気込みは。どうした。いやいや、もう余裕で。逆に尺大丈夫ですか。俺マジで3球ぐらいで終わらせますよ。いや、じゃあまあ1球交代でいきます。いいっすよ。いきますよ。みんなでいきましょう。ということで、やっていきましょう。ゴー。はい、さあやりましょうか。一球交代ですか。じゃあいつも通りゆうやからいこうか。先頭ゆうやがいこう。じゃあ63で、もう終わっちゃいます。おぉ、マジ惜しい。65、惜しい。惜しい。ちょっと上に132。マックスプラス1。出したことない。マックスやろ。おや、113。あ、惜しいね。102。おぉ、いいかも。うわ、惜しい。100。あ、いいね。100にしよう。はい、はい。72。おお。よいしょ。よいしょ。83。お、早かった。このスピードは俺らのスピードより早く出るな。マジ？100。100。106。あー、すごい早かった。89ぐらい。ちょっと急に下げるね。お、なんでスライドだけ。76。90。お、91。うわー、惜しい。惜しい。さっき106だったんだよね。100。出たー。さっきハマってた。40。46。おー、78。早いでしょ、絶対早いでしょ。92。ちょっと横曲がりのね。85。まず両手やらせてみる。何キロって言いました。85。イエーイ。マジか。おい、マジかよ。早っ。やってんな。無理なんでね。じゃあ、ここから両ヘッド入ります。そうだよね、圧倒的不利。じゃあ、ワンアウトランナー2、3塁、2ストライク、ワンボール。はい、ワンアウトランナー2、3塁、2ストライク、ノーボール。バッター3番。はい、早っ。何キロ。何キロ。まだ見てない。大きいし集中しすぎて。これでも何、当て、今ので当てていい。いいよ、いいよ。今のでも当てるのでもいいですから。え、じゃあ103。103。そんな出てないかな。112です。
外と。え、今結構早いと思ったの。じゃあ100。106。あー、惜しい。弱いか、操作上がらないと負けるよ。初めてなんですよね。88で。早いと思うけど。98。あれ好きな数字なんすか、翔平さん。いや、そういう感じ。9っすか。87。何を聞いた。73。あー、遅すぎたな。110。結構早いね。怖い。怖い。いや、早いね。早いね。116キロ。あー116も速く見えるな、かなり。102で。102。お、良さそう。うわー103。うわーいや、リュウヤの良さそうの感覚もすげえけど。お、良さそう。110。あ、高い。お、もう100キロ。100キロ。じゃあ、ガッツ内で。86。86。つないな。やばい。90。あ、90。105で。105。いい感じじゃない？107。あ、惜しい。じゃあ野球の縫い目の数。108ね。いいんじゃない？ちょっと遅いか。22。106。109。あ、惜しい。110で。あ、OK だ。110。110。おい。110見えるかな。110です。じゃあ OK。 103。96。マジか。92。98。あの100以上出ない設定になってんな。じゃあ99。ダッカー。103。おい、やっぱ目がいいかな。50で。ゲシュタルト効果。50。116。めっちゃ早い、めっちゃ早い。お、良さそう。でもギャップがあるよ。106っすね、これ。あら、もう106です。じゃあ、もう一回やらせて。ラスト一回やらせて。これは多分翔平さんの方が1球多いですよ。ラスト1球ね。そうっすよ。同率だったらサドンデスっすよ。100。ダー111。早い。普通に早い。もうガチガチになって力入ってる。はい、というわけでお疲れ様でした。ジョーン、お疲れ様でした。まあ結果はやっぱりね、ゆうやくんがね、打ち抜けということで、まあまあまあ、当然です。まあさすがですよ。さすがです。さすが、さすが。あれで、怪我してるんだ。怪我してる割には、怪我はしてる、怪我してる割にはいいと思うんだけど。それは間違いない。びっくりしたわ。で、2番目に陽平が、はい、後から参戦したけど、いや、すごかった。すげえや、マジで。はい、ちょっとこれあげます。俺のな。滑ったもうダメ、ツッコミしねえ。まあまあまあ、でさ、3位僕ね。はい、おめでとうございます。まさくんは、まあ、ゾロ目賞ということで。ありがとうございます。はい、一緒に。いつかできた。はい、というわけで今回は急速当てチャレンジをしました。本日コラボしてくれましたボナールチャンネルさんの動画のリンク、概要に貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。学生さん向けにプチプレゼント企画。マジ、いつの間に。まあ、さらっと話してだってよ、だってよ、みんな。あの、僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹。そう、右手握力なくなるぐらいしびれちゃったんで。
か。そういう下手なだけ、下手なだけ。痛いのは痛いですよ。下手なだけ。高校の時からやっぱり痛かったんですよ。そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ。あの衝撃吸収。僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったりフード練習で使ってたんですよ。親指につけてやるとあの衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。えあ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。そうです。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなってなったら練習でどんどん打つ時に使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ1なんです。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ぜひちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、そうです。どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい。で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら。見ました。これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンダナさんの、インスタを貼ってますんで、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜い